松田学です。日本も緊急事態宣言ということになって、東京もですね、このゴールデンウィークもどこにも出かけられない、やっぱり何かちょっとおかしいなと思っている人も増えてるんじゃないかと思うんですけれども、こんなおかしいなと思い始めたのは、コロナだけじゃなくて、アメリカの大統領選もですね、これはいろんな見方がありますのでですね、またアメリカ社会もですね、このいろんなことを言われてます、ブラックライブズマターとかアンティファとかですね、あるいは行き過ぎたポリティカルコレクトネスとかですね、アメリカ本当に大丈夫かっていう見方もあるんですけれども、ただメディアがきちっとこういった問題を取り上げているかというとですね、普通にメディアを見ている人には知られていない面もたくさんあるんじゃないかなというふうに思います。今回はですね、ジャーナリストの我那覇雅子さんにお越しいただきまして、ずっとアメリカの方に滞在されてですね、このアメリカの今の、まさに実態というかですね、皆さんどんなことを考えてどんなふうに行動しているのか、また大統領選についてもですね、実際どうだったのかということについてもですね、この番組でお話を伺っていきたいと思います。我那覇さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、どうぞよろしくお願いいたします。我那覇さんはジャーナリストということで、もともとどんな活動をされてこられたんですか、これまでですね。はい、私は沖縄出身なんですが、そうですね、地元の名護市は、辺野古の基地がありまして、全国的に、毎回市長選挙で注目を浴びる市に住んでおります。その市に生まれ住んで、基地のことに関して、報道が地元の声や、あるいはおかしなことが事実として、一人歩きしてしまっていると、そういうことで、その新聞やメディアに、おかしいと疑問を持って活動をスタートさせました。ああ、なるほど。それでアメリカにはいつからいつまでおられたんですか。アメリカには、去年の10月から行きまして、本当は最初1ヶ月で帰ってくる予定だったんですが、いろいろなことが起きまして、そうですね、でそれをやはり、報道するメディアが日本にもないもんですから、私もこれを継続しようと思いまして、長期取材となりました。なるほど。こちらに帰ってこられたのいつですか。今年、今が4月なので、今月に。ああ、そうですか。はい、じゃあもう、まさに今はアメリカで何が起こっているかをご覧になってきているということになりますね。この YouTube はですね、いろいろとこの規制が多いもんですから、途中でちょっと YouTube でないところにですね、番組が飛びますけれどもですね、真相に迫ってきました。これもちょっと問題じゃないかと思うんですけれども、やむを得ないので、途中でそういうふうになりましたら、そちらの方にチャンネルを切り替えてご覧いただければというふうに思っております。ご案内いたしますので。それでアメリカのこの、やっぱり、10月から1ヶ月のつもりが伸びたっていうのは、大統領選をやっぱり何かこう少しもっともっと見てみようというそういう感じだったんでしょうか。はい、今回の選挙が当初行った頃にもですね、現地の人の声を聞いてみますと、郵送票が多いので、その集計に時間がかかるだろうと、こういうふうに言われておりまして、選挙日の11月3日にはもしかしたらすぐに結果は出ないかもしれないと、こういう状況でありまして、で、1週間ぐらいすればそれも落ち着くかなと思いまして、ずっと長引きましたですね。そうですね。ということは、1月6日の連邦議会の、日本では暴動と報道されてますけども、あの動きもそばでご覧になってたんでしょうか。はい、1月6日というのは、選挙の11月3日の結果を本来は受けて、選挙人団という各州の代表がまた間接的に投票をするという2段階の選挙の日であったんですが、そのことが議事堂の中で行われるということで、自分たちの声を届けようと、もう全国からトランプ支持者の人たちがワシントン DC に集まりまして、でその声を直に届けるということで議事堂に集まっていたんですが、私もそこで
まあ、現地の人の声を聞こうと思いまして、はいはい、その現場におりました。そうですか。あとでですね、ちょっとその現場でガナガさんが撮られた写真なんかも見せいただきながらですね、そのあたりの、話も突っ込んでしてみたいと思います。またあれですね、最近まあ、これも去年からジョージ・フロイトさんの事件とかですね、ブラック・ライブズ・マターって最初一体何のことになると思ったんですけれども、あれも結構アメリカでは大きな問題になってますよね。はい、はい、まあ、この BLM ブラック・ライブズ・マターということで、はいはい、まあ、黒人の命も大切だと、まあ、こう日本語に訳されることが多いんですが、はい、まあ、先生が今おっしゃったように問題であると、私はこれは問題であるんですが、何が問題かと考えた時、はい、